おお。ああ、そうですね。でも今日夜中に出てくるんじゃないですか。へえ。ああ。はい。6時半になりました。久しぶりにやってきました。たっちゃんの絆企画室です。イエーイ。はい。スタートの前に、バナースポンサーの紹介をします。増田グリーンさん。イエーイ。ペットの総合施設 DC キャッスルさん、つかちゃんの癒しタイムさん、ありがとうございます、シンガーソングライターの平さん、子供の育ちアドバイザー岡山なんていうもんか、小一郎さん、焼津吹きガラス工房月おもうさん、鼻血が出てきました、増えましたね鼻血が出ちゃいました、ちょっとこう興奮しないで、緊張して鼻血が出ちゃいましたっつってはい、大丈夫です、はい、なんかお見苦しい感じですが、いきます。先月なんですけど、さっきも話した高校野球見に行きました。でこれ明星のタオル、これバスケのタオルなんですけど、今日してきました。で今日開幕だったんですけど、台風が来てるってことで明日になっちゃいました。で明日の第3試合で三重の津田学園かな、と対戦することになりました、絶対勝てると信じてるんですけどね。じゃあみんなで応援しないと。そうですね、そう、明日はちょっと見に行けないんですよ。なんで勝ってくれて行ければいいなって。いや今日はねこれもあったし、深夜には他の用事もあったんで断念です。ちょっと鼻血がやばいですね大丈夫ですかあ、ここにあります。あるちょっと高野さん進めてください。久々の、出演でね、ちょっと上がっちゃっての興奮してるかもしれないですよね。抜いた方がいいかもしれません。ちょっと一回聞きます、たっちゃんはね、僕今日たっちゃんの番組で出たんですけど、たっちゃんがいいなと思ったのが、すごいたっちゃんのね声がいいんですよね。すごく声が良くて、で、あれなんだけど、で鼻血の時は後頭部叩いちゃダメですからね、うん、鼻血はね上向いてこう押さえておけば大丈夫です。食べ過ぎたんじゃないの？鼻に聞いてみましょうかとか言って。今日のスタンド俺これ。あ違いました。ジョジョ冗談は無理でした。僕のスタンド。ジョジョ。そう、僕のスタンド。わかんない。ジョジョ知ってません？後ろにいるスタンドっているんですよ。あの目に見えない仲間がねいて、で僕のスタンド。ちょっと今日ねたっちゃんと話しまして、打ち合わせ全然できてなくて、たっちゃんもあれなんですよね、どうしようなんていう話をしてたんだけど、なんか鼻血で盛り上がりそうでそう、若いんですねきっとね、はい、僕なんかもうそう鼻血も出ないぐらいの献血しないといや献血はよく言ってるんですけどね、そう青葉町にあるんですけどね、静岡の
で、青鉢行くとね、みんな並んでるんですよ。で、こうやるんだけど、みんなでね、400cc 抜かれちゃうんだけど、うん、で、すぐ行けば取れ、まあ、何抜いてくれるんだけどね。で、昔はあの、なんだ、ヤクルトだかなんだかの1本だったんだけど、今、飲み放題ね。あ、ヤクルトじゃないですよ。あの、いろんな自動販売機とかね、いろいろあって、飲み放題。で、いろんなその看護師さんがね、入れ替わり立ち替わりでブスブスやってくれるんだけど。要件か、要件か。締めできるんですか？締めはどうかな。可愛い看護師さんがいい。いや、なんていうの、血管が細いとね、上手い人呼んでくれますよね、やっぱね。私のが上手いとか言いながら。うん、で、ちょん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 やってね。で、やっぱ上手いですよ。お医者さんよりも上手いですよ、やっぱね、慣れてるもんでね。結構お医者さんブスブスやる人がいるんだけど、うん、お医者さんでもね、うん、看護さんポンポンってやってシュッて入れちゃうもんね。あ、それすごいなと思って慣れてるなっていうような感じ、うん、もうちょっと、ま、我慢してねみたいな感じでこっちでシュッコンシュッコンで血を抜かれてくんだけどとか言いながら動いてるんですよ、固まんないようにね。その機械がこうやってなんていうの、パック400cc のパックにこうやってうろ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 するんだけど、その中、その中にね、血がどん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 流れてくるわけですよ、おーとか言いながら。で、僕はあの血を見るの好きだもんで、そう、そう、結構鼻血、子供の時ね、鼻血を出してもすぐ止めなかったんですよね。で、しばらくずっと、しばらくずっと見てて、ポタ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 落ちるの見るのが好きで。下の血はちょっとあれかもしれないね。うん、まあ僕は接骨院のね、学生の時に解剖って行くんですよ。で、浜松医大に行って、まあ、なんていうのかな、そういうご遺体も並んでんだけど、で、勉強させてもらうんですけどね。でも、みんななんかバタバタ倒れてる人いたけど、僕は全然なんともなかったですね。もう人間ってこんなもんかなみたいな感じで、すごくありがたいなっていうような感想がありましたけどね。やっぱ倦怠する人ってすごい勇気ありますよね。自分の亡き殻っていうんですか、そういうのをね、後世に役立ててくださいっていう人で、もう本当にバラバラになっちゃうんですよね。だけどお医者の卵のね、医大生がこうやるんだけど、まあ、僕らやってるわけじゃなくてそれを見させてもらうだけなんですけど、まあそんな感じで、なんか中国行くとお金払えばなんか自分でやれるなみたいなことも聞いたことありますけど、うん、まあそのツアーは行ったことないですけど、うん、ちょっとね。いや、僕の先輩っていうんですかね、教えてくれ、もう何十年前ですよね。で、そんな話を聞きましたけど、さすが中国だなと思いました。そんな感じで。今日帽子かわいいです。あ、そう、これね、ファンキーグラマラスさんが作ってくれてね、そう、手作りで、天なんだっけな、溶けちゃうんですこれ。溶けちゃうって、そんなすぐ溶けるわけじゃないですよ、これ。スーってなくなっちゃうわけじゃないんだけど、ゴミにならないんだって。なんかビニールっぽいじゃないですか。で、ビニールっぽいんだけど、こう、ま、土の中に溶けちゃうんですよ、成分が。うん、そう、土に帰るじゃんみたいな。エコです、エコエコで、かぶってたら溶けちゃうなって言ったら、そんな溶けないですよ。まあそんなにね、すごいね、いい感じです。で、ちょっとね、1センチ最初の注文で1センチずれちゃってて、じゃあ入んなかったもん でちょっと入んないですから、変えてきますとか言って心よく交換してくれまして、しました。うん、そう、すごくね、お気に入りなんだけど、昨日ね、これも帽子かぶってね、千葉行こうかなと思ったんだけど、ちょっとさすがに都会はちょっと、この大の大人がちょっと恥ずかしいかなみたいな。ここならいいけど、だんだん慣らして、顔を慣らしていって、デビューしようかなっていうような感じがするんですけどね。まあそんな感じで、あれです。まだ焼津限定ですか？そう、焼津限定。まだ外には出してないです。あ、だけどこれ配信されちゃった。全国的に行っちゃってるかもしれないけど、うん、グラマラスさんの手作りです。グラマラスさんね、いろんなのがあって手作りでみんなやるんだけど、携帯のそのカバーなんかも手作りで作ってやったりとか、あとね、髪留めかなんかだと、僕は男性だからあれだけど、どっちかっていうと女性向きの方が多くて、
の何なんだかちょっと分かんなかったんだけどね。でそんなの、焼津の、ゆうちゃんがね、ゆうちろうさんがゆうちさんがあのね、焼津なまり節の歌を披露した時に、はいはいはい、あそこでママさん焼津魚センターでママさんの、なんていうかオークションじゃなくて何でしたっけ、ママさんフェスティバルみたいなのがあったんですよ。でそこの一角でやってて、グラマスさんで こんな同じようなのをこうやって置いてあったんですよね。いいなーなんて思いつつ勢いで買っちゃいました。うん、あのだんだん気に入ってます僕はね。あのもともとはねこの、 あの笑顔マークだけだったんですよ。青木さんが下べら出しなとか言うもんで、でそれを、追加にしてもらって、追加オプションでやってもらって、で普通はなんか笑顔だけみたい、ニコちゃんマークで、うん、心よく書いてもらいました。なんか意味あるんでしょうけどね、あのこっちの要望に応えてもらいました。すいませんみたいな。あ、復活しました。あ、もうちょっと。じゃあもうちょっとあれします。で昨日はね千葉のね弾丸ツアーで、川崎を9時ぐらいに出て、でアクアライン通って、でね、そのまま木更津から南下ったんですよ。で普通、富津って書いて普通公園ってのがあるんだけど、そこへ立ち寄ったんですよね。で横須賀、あと対面は横須賀のとこで、ちょうどね房総半島のところがなんかトゲのように出てるとこがあるんですよ。でそこがすごい気になって地図見てて、もともと僕はあの旅行、こういう旅行するときはねドラゴンレーダーって言って地図あんまり見ないんだけど、ある程度参考にしてね、こっちみたいな感じでやっていくんですよね。で行くのはね Google さんでこう地図で行くんだけど、ナビでね、で行って そこがいいなと思って行ったんですよ。だそうしたらね、そこのね、展望台っていうのがなんかね城みたいな感じで、普通こう四角、まあここで言うと展望台じゃないけど津波避難塔っていうのはこう真四角のこういう三段三階建てになってるじゃないですか。でああいうのじゃなくて本当にモニュメントみたいな感じでね、こうだんだんなってこう三角形に積んであるんですよ、こうやって。ですごい高いんですよね。で城みたいな感じで、で一番最上階行くとね、その東京湾が全部見れるの。すごい、いやここすごいなと思って、そう来た甲斐があったみたいな感じで行ってきました。すごい、うん、でその後あの、一宮の、千葉のね、あの外海なのかな、東京、太平洋側か、あそこに一宮の、玉崎神社って玉の前って書く、あの神社があって、そこへ行ったんですよ。そしたらね、あの偶然にもあの雅楽が 生演奏じゃないけど生で練習中で、おすごいいい歓迎されちゃったみたいな、わちわちわちって感じでグッドタイミングと思って、でずっとそのお参りしてる間ね、境内にいる間ずっと雅楽の音楽聴きながらできて、いや俺あの珍しいなと思いつつ、ナイスタイミングだったね。ナイスタイミング、本当タイミングでした、うん、あれ良かったです。その後ね九十九里行ってね、ハマグリ食べたんだけど、その九十九里ってすっごい長いですよね。あ、そう、静岡の浜松からこう走るじゃないですか、大前席からねずっと来て、あの このこっちの方まで距離走る感覚でいたら全然あれなんですよ、まだまだ全然、地図 の, あのマーカーも全然動かなくて、とかってこんな走るのと思い、でずっと延々あの海ですよ、ずーっと99里、あーあー、そうですね、こんな走るんだと思って、こんなって運転してね、そう、崖っぷちではねないんですよ、はい、砂浜の本当のあれです。であの99の有料道路ってのがあって、そこはすごいいいなと思ったのは、その有料道路がずっと長い距離バーって海岸線通ってるんですよ。でここ段差が高いじゃないですか、はいはいはい、平地じゃなくてこう高くして道路にしてあるもんで、津波対策らしいんだけどね、それがね、だから壁ができてるんですよね、その浜川の民家の方にね、あ住居地っていうので、そっちの方の間にこうその道路でその防壁じゃないけど、そういう防潮堤みたいな、あ防潮堤みたいな、うまいこと考えるなと思って、でお金取ってね有料道路で
頭いいですね。頭いいんだ。うめえなと思って。そんな感心しながらね、行ってきて。で、あの、なんか、調布の、調布じゃなかった、あの、銚子、ね、銚子の先端まで、犬吠埼まで行って、夜中に着いて、あ、夜中じゃなくて、夜の7時半に着いてね、やっと。で、帰ってきました。まあ、そんな意外に意外に。で、新横浜の、あの、最終に間に合って帰ってくるに大丈夫なんて言いながらね帰ってきました。で、それでね、横浜で面白いなって、すごいなって思ったのは、はいはいはい、あの救急車来たんですよ、はいはい、で交差点があって、で、僕車運転してじゃないですか。で、一回見たんだけど、うんうん、で、わー言ってんだけど見つからなかったんですよ、うんうん、そしたらね、後ろにいたんですよ、救急車が、うん、それで、じゃあ、寄らなきゃって寄ったんですよ。思えたらね、後ろからね、煽られるの。行け行けとか言いながら、え、こっち止まって、あんたこんま、ね、迂回してきやじゃんとか言うね、ソ連ルールじゃないですか、こう、救急車、あ、ね、あ、救急車に煽られる。そうそう、で、煽られるっていうか、なんか圧迫されたんですよ。そう、なんか行かなきゃ悪いような気が。僕はほら、止まっててね、はいはいはい、向こうが行ってくれるのかなと思ったら、俺は左に行くような、あのメッセージじゃないけどウインカーバンって出されて、うん、俺は左行くみたいな。あー、神奈川すげえなと。都会っすね。都会だなと思いつつ、ね、あれはびっくりしました。煽られたと思って。都会の洗礼ですか。そう、都会だよ、洗礼受けちゃう。本当に田舎って平和ですもんね、その辺。平和、平和、うん、いや、だからほら、良ければ救急車勝手に行くじゃないですか、好き勝手にこうね。だからそのつもりがあるから。でも本当に、あの、交差点のね、まあちょうど角に止まっちゃったっていうのもあるんだけど、うん、だからこう後ろから行って、こっちが車いなかったんですよ、何車線もあるわけだから、こう行きゃいじゃんね、うん、止まってんだから。思えたらなんかこう、だんだんなんて迫ってくるから、いや、行かなきゃ悪いのかなみたいな。一旦停止から解除してまた走り出したりして。あれびっくりしました。ね、初めての体験です。煽られるっていう文化の違いみたいな感じですね。あれ本当にびっくりしましたね。なんか冷や汗か、冷や汗もんで。なんかね、田舎もん、ね、田舎もんだよね、本当ね。 あっち行くとね、とか行くとね。で、あの、高速道路の入り口もその幅2車線のこっち側にあるんですよね。その要するに3車線っぽいような感じのところにあって、うん、で、左に止まっちゃったもんで、まあ、イメージ的にはこう入っていくのかなと、左で入って、高速首都高に入るのかなと思ったら、全然車線を変えて右で入るんだよね。ほんで、ここで、ん?とか言って行き過ぎちゃって、ちょっとこう、躊躇したら、後ろからなんかこう、ね、違う車がこう、煽ってきてっていうのかな、なんで、ガンくれるような感じで来て、え、怖え、とか言って、都会怖え、とか言って。そんな感じ。止まりました、ね、話。止まりました。でも田舎いいとこですよね。そう、田舎いいですよ、うん、ねえ、ちょっと牧野原も結構いいとこだと思うんですけど、つかちゃんね、いいですね。牧野原いいですよね、うん、なんか花火大会3回もあるんですよ。同じとこで、静波と、うん、静波と相良と龍源山。そう、すごいよ。しかも龍源山は山の上から上げるんですよ。へぇ、うん、龍源山っていうのは、龍の目で山って書いて龍源山って読むんですよ。なんか昔のお話で、そこに龍の目が落ちたっていうんですよ。それで龍源山っていうんですよ。あれっつそう。あ、だけどね、牧野原ってね、あ、これ無情報なんだけど、牧野原の大地のとこはホルソの、ホルソの神って何ありましたよね、エジプトの。ホルスだっけ、ホルスか、ホルムじゃないの、ホルスか、まあ、女神がいるんですよ。で、その、牧野原の大地の、天空の写真見ると女神の顔が写ってる。牧野原すごいんですよ。すごいですね、目がね、ちゃんと横側のあれがこう写ってるんですよ。へぇー、なと思って、なんかすげえなと思って、牧野原。そうなんだ、うん、面白く見てみよう。そう、あるんですよ、その、そのね、雑誌がちょっとなくなっちゃったんであれなんだけど、確かその記事がありました。へぇー、地元民のは知らない話だったですね、今。牧野原全体がパワースポット。そう、だって、あの、牧野原のあの、お茶の地下、はいはいはい、石油でんでしょ、あれ。あ、油田ありますよね。ね、油田。あるね。うん、あ、そうなんだ。
ね、相良油田ってあるんですけど、うん、すごいんですよ。お茶っぱじゃないけど、あのね、下から石油が出るの、うん、もう今はちょっとだんだんビビたるものしか出ないんですけど、うんうん、もう昔はバンバン出て、うん、ね、それで精製しなくてもよかったんですもんね。あ、そうなんですか。え、そのまま乗れんの。そう、だから今でも年に1回はこうガソリンじゃなくてバイクに入れて走るイベントやってますよね、つかちゃん。知らないですよ。油田の里で。あ、そう。だけどいきなり乗れるって思うよね、うん、エンジンかかるっての、普通だってね、蒸発させるんですね、うん、確かになんか石油のあれをね、いろいろそう分離してやるですよね。ガソリンになるでしょ、生成して、うん、そう、実はね、牧野原すごいとこなんですよ、うん、いやいや、地元民だけどあの西の方って龍の関係多いですよ ね、 うん、ね、でもまあ天竜もそうなんだけど、今日天竜の方いらっしゃってるけど、うん、あの向こう方面、うん、なんか龍が降りてきたとかいろんなね、うん、話があって、それって名前の由来にも関係あるんですか、天の龍って。そうですよ ね、 ね、天竜のね、天から龍降りたね。そうですね。おお。うん。うん。だから、うん。龍に会いたい人は天竜とかね、そっちの方に来るとね、いろいろ楽しいあれがあるみたいですよ。うんうんうん。ね、やっぱね、こう地元を知るって大事ですね。そう。うん。そうですね。都会に行くのもいいんですけど。あ、だけどね、都会行くからね、地元の良さが分かるんですよ。そうですよね。一回外に出るっていうのもね。そう。いやでもね、あの、まあ、地元っていうかね、田舎もあの住みやすいんだけど、やっぱ都会はね、勉強するとかいろんなことがいっぱいあって、いや楽しいですよね、そのもの。なんか結構、なんかいろいろ勉強したいなと思うけど、向こうに行くにお金かかるじゃないですか。で、ね、そういうのでこう選別しなきゃいけないから、うん、向こうに住んでるといろんなとこ安く行けるから、交通費いらないし、ね、勉強したいもんいっぱいあって、あの、住むといいなって感じはあります。うん、こんな感じ。でもね、ずっと住んでてほしくないですよね。やっぱ帰ってきてほしいですよね。そう。うん。それはね、それは ゆうたんね。うん、あ、ゆうたんって、なんだっけ、この間コマーシャルで言ったの、ゆうたんって意味合いがね、帰るっていうことじゃないですよね。ゆうたんだから、そのまま前進なんですよね。あー。っていう、あ、バックじゃないと。バックじゃない、そう、バックで。そう、負けて帰るんじゃなくて、そう。あの全身の意味で言うたん、戻ってないですもんね。そう、あ、そう、うまいこと言うなと思って、すごい。そう、なんかあのコマーシャルで見たんですよ。へ、うん、なるほどなと思って、なんかのね、タクシーに乗ってなんだかって、あの田舎に帰るんですよみたいな寂しいことを言ったら、タクシーの運転手が、うん、そう、言うたんっていうのはそういう意味じゃないよみたいな感じで、うーん、おー、すげえと思って、だからあの胸を張って行きなさいみたいな内容だったような気がする、覚えがありますけど、うん、そうそう、なんか すごいなと思いました。今思い出した U ターンっていうなんか今日この番組深いですね。そう、今日はね、何もねないんですよ。こんだけいいこと言ってるけどノープランなんですよ。ノープランなんですよ。ねえ、この間ちょっとは、時間空きましたみたいな感じでこの2人ペア組んだんだけど、ねえ、青木さんプロデュースで、そう、そう、急に青木さんから枠空いてるんでやりますかっていうので来て、お前だもんね、鼻詰まり出してる。本当にここまで来るのも大変だったっつってね、大変な中来てましたんで、そう、え、あれひどかったでしょ、今ひどかったです、うん、でも渋滞で車動かないかと思って、うん、たらなんとか間に合って、うん、セーフで、ね、ほんと良かったっす。雨足がね、ちょっとゆっくりみたいな感じでね、うん、今回の雨、雨じゃないか、台風すごいらしいです。自転車並みらしいですよね、そうスピードが、うん、そう、自転車にね、あの乗るって言ってね、知らない。ちょっと分かんないですね。台風5号の名前、乗るって言うんですよ。へぇ乗る、あの乗る、あの乗るってね、ルノーだと思ってたら乗るなんだって、うん、そう、僕ルノーかなと思って見た、パッと見た時ルノーだなみたいな、この間あのね、あのルノー乗ってる人の話あったんで、あ、多分ルノーってのがあって、ルノーかのみたいな、うん、たら乗るだって、なんか小字方かなんかの意味合いがあるらしくて、うん、なんかそういう
あれ順番らしいですよね。その、調べたら台風の名前つける、アジアの名前のどこどこがこう順番でこうつけていく。だから日本が出るのがあと何番目かぐらいな、日本が名前つける。台風十何号ぐらいで日本名が出るんじゃないですか。へえ、よしこちゃんとかだったらどうなるの？暴れないでとか言うの？たっちゃんはえ？たっちゃんは35号ぐらいで出ると思います。こんな感じでもうあと5分ぐらいになってきちゃったんですよ。あ、そうです。あの、今日何話そうかなと思って、一つだけ、あの、焼津テレビ、あ、出られた、あの、花火大会がね、42回目になるんですけど、焼津の、新港のとこで、8月14日、来週ですよね、来週の月曜日に行われますと思います、うん、多分雨降らないと思いますけど、夜の19時30分から20時30分まで、うん、なんかね、5000発あげるらしいんですよ。おね、いくらなんでしょうね。皆さん寄付しましたかっつって、なんかあの現代花火師の、 あのネットではね、その現代花火師の技が見られますみたいな感じでね、あの焼津ののはね、海からこう上がるような感じだもんで、いいんですよね。その海の上にこう花が咲くみたいな、そういう花火もあるんですよ。新波もそうですね。海上花火。海上花火、うん、あれっていいですね。あの、丸く上がるのもいいんだけど、うん、海の方に半分だけこうね、うん、出るっていうのがね、非常に良くて、ぜひ牧之原の花火も焼津の花火も見に来てほしいけど、ね、全部やったんですか。もういや、あとね、8月10日かなに相良の海の花火が最後残ってますね。ぜひ、じゃあ先じゃないですか。8月10日 で14日で、そうす、やった。これもう花火漬けですね。浴衣を着てぜひ来てください。そう、あ、いいこと言いました。浴衣はね、あの夏の終わりにっていうことをイベントでね、この間させてもらった、あの西山さんのイベントがね、ありますんで、8月20日日曜日まだ間に合いますので、着付けを体験させてもらえるそうです。レンタルもあるらしいですけどね。ちょっとこれ思い出しましたんで、まあ、ことで、ご報告いたします。じゃあこんな感じで終わります。明日は明生の試合がありますんで、そう、あ、見せてこれ全体、よろしくお願いします。藤枝明星。藤枝明星です。かっこいいね。やっぱり投手が活躍するんで、ゼロに抑えてうちは10点。決勝見に行って本当すごかったなと思う。23対10。もう23点。はい、すごいね。雨の中断の中も待ってました僕は。あ、中断後にもそんだけ行ってんの。中断前に12対2で終わって、うん、その後も1点追加して、うん、最終的に23対10で、うちが勝ちました。コールドじゃないんですよね。コールドとかないんで、ここはね、うん、23点、はい、ちょっと野球じゃないみたいなスコアですけど、うん、まあそれも甲子園で見れると思いますんで、ぜひみんな応援お願いします。じゃよろしくお願いします。じゃあ、明生頑張ろう。じゃあこんな感じで終わります。じゃあ今日はね、これで終わります。ありがとうございました。次の番組はマッキーの巻き巻きタイムです。イエーイ。